信長の野望を。新生 PK。 武田の度重なる調略にブチギレ本拠に乗り込み攻城戦に勝利した我らのフェニックス。残る武田の城はあと3つ。武田あー、けじめの時間じゃあ。威風でゲットできたのは上市城と鳥取城。無傷で手に入れられたから、両方とも最大兵力1万くらいあってありがたいぜ。残す武田の城はここかー。ちょっと遠いけどなんとかなるかな？残り兵力は5000ってところか。合算戸田城まで移動に80日、兵糧的には寡黙かなくな感じ。県城で有名な城だし、耐久も8300。とりあえずやれるだけやってみましょ。日比山城にも同時進行。将軍様、ご出陣。援軍送って二正面作戦であります。そんなわけで適当に兵力2万ほど投入。これだけいれば包囲で落とせるな。ああ、三好から敵援軍来てる。武田のやついつの間にか三好と同盟組んでやがる。元近くんの弟のキラチカサダまでいる。地味に厄介。でもご安心ください。ハッパー。破壊工作成功。これならいけそうだな。さあ進めー。武田を滅ぼすのだー。あばばばばばー。かっか木崎だー。うわ、日比山城守ってたの柿崎かよ。なんてこった。やべえ、春日までおる。ダブルで騎馬食らっちまった。こや逐次投入はいかん。戦列を整えまとまってぶつかれー。で、合算戸田城も接敵。攻城戦可能まで残り45日。ギリ主力の到着が間に合いそうだ。柿崎さんと春日の騎馬が強すぎ。瞬間火力こっちの4倍くらい出てそうだ。疲弊した部隊は壊滅前に撤退だー。武田家の技法系により二条出陣不可になりました。だあ、上市城五詰めにするつもりだったのにー。信玄本と調略好きだな。三好の援軍にも合流され、日比山城攻略ならず、寄せ集め部隊の物量作戦、敗北。兵力は削れたけどあと一歩届かず、高田城の出陣不可の調略が効いたぜ。武田の調略で一気が、低昇。どんな苦境であろうと織田にあだなす信玄の確固たる意志を感じるな。清水さーん、鎮圧しつつ城攻め応援よろ。4箇所も一気起きとる、煩わしい。迂回して攻めるには米も足らず、渋滞してるせいで攻略が進まぬ。撤退時にも米使うから戦えなさそうなのは気丈だ。まだまだ城耐久残ってるし小屋厳しいかも。小屋無理くさいか？城の兵も5000近くまで回復しちゃってるし、信玄が守る城はきつい。仕方なし、全軍撤退だー。攻城戦は成功したが追撃戦は失敗だったな。準備を整え新たな戦略を練り直しましょ。だな。次回の武田進攻に向けて元近くん、上市城に転勤。今の武田の本拠は合算戸田城、攻城戦で落とすとなるとそれなりの戦力が必要だぜ。武田の先導で神鍋城で一騎が発生。こんだけ懲らしめたのにまだやるか。マジうざ。本願寺剣女の投与が難航しており。おお、普通の投与で剣女班来たー。これは嬉しい。さすが SSR 剣女班。卑怯臭い戦法混乱あるしお強い。足軽大将スタートだったので、境治療20年と金銭3300で交渉成立。昇進したら城主に格上げだな。さて次はどうしようかと情勢を確認してたら、北条今川が天御家攻略開始。今川と北条だけになるのも時間の問題。西の方は大内と盟友の大友で睨み合いな感じ。弱ってる武田三好が大友に食われる可能性も少しありそうだ。勢力情報はこんな感じ。最大兵力は相変わらず北条今川に負けてるな。とりあえず調略うざいから武田滅ぼしたいけど、先の戦いでは三好の援軍もうざかったし、先に兵力が増えてきてる三好を攻めようかな。また援軍出されても嫌だし、先に三好やっちまおうぜ。しれっと三好領の秋高山城は、近隣の城から適当に兵出せば落とせるかな。元近父の長祖壁国親が城主か、ちょい硬そうだ。三好本拠のこっちの秋城は、進軍ルートも割と近いし攻城戦で取るのがいいかも。城耐久も高くないし、力攻め上等だぜ。防衛施設も西楼とかなし、城攻め決定。これぐらいならなんとでもなりそうだな。さあ皆の者、戦の時間だー。まだ武田との戦いで減った兵力が回復しきってないのに戦とな。半年内政で休んでたんだから文句言わず戦え。ちぇ。今年は豊作のようです。これはめでたい。しかし我らの領土にはかすりもせず、ラッキーイベントだけスルーやめてよ。さあ進めー、三好に引導を渡すのだー。勢いよと三好の支配地域に進む織田軍。に水を差す武田の調略。だー、もうお約束みたいになってるけどほんとやめて。一気鎮圧国衆アウトソーシングさんに連絡しなきゃだ。次
そして本拠秋城の攻城戦準備を始めたところで三好の援軍が到着。合戦じゃあ。敵は3万か、三好にしてはよく集めたな。圧倒的数で勝る我らの楽勝かと思いきや、指示がうまく伝わらず乱戦に。敵を強撃してる部隊が強撃されてるが、その相手も強撃してる謎バトル。位置変えて仕切り直し。迅速事故を。結局面倒になって朝比奈さんが軒口ダッシュで指揮勝利。敵の出撃不可狙うなら殲滅が良かったが、まあしゃあなしだ。キルレート2倍くらいだったけどもやる結果だよ。この後攻城戦だし大きな被害でなかっただけマシと考えよう。そんなわけでもやっと威風。攻城戦で威風出るし、今弱が出ても多分意味ねえな。そして全ての部隊が到着。さあ攻城戦の開始だー。我らが優勢は明らか、降伏を進めますか？勝利して威風中をもぎ取る。このまま総攻めだー。ヒーハー、兵力は10倍、蹂躙だぜ。さて防衛施設は神代湖に軍学陣、材木湖に小見田陣所。下調べ通り全部脅威にはなりえなさそうだ。百科ー、やることは簡単だ、蹂躙せよー。それでは三好、本城なのにそんな薄い防衛で大丈夫なのか？の戦い、開戦。ここは平山城、本丸以外は平坦だ、各自防衛施設を潰して回れー。おばた朝比奈さんは材木庫の襲撃よろ。山城と違って下町の道があるから、防衛施設の破壊が簡単そうだ。佐竹千葉総合は軍学陣の破壊をうなしゃーす。圧倒的兵力で押し潰せ。で左ルートの面々は、適当にダーッと言ってギャーって感じで制圧する感じでよろ。作戦が雑にも程があるぞ。まあこんなんでも勝てらー、全軍進めー。そして千葉の放つ鉄砲の爆音の中、各所で戦闘開始。三好の奴らは防衛施設で粘る方針みたいだ。しかし部隊数は我らが2倍、防衛がガラ空きぞ。千代女ちゃんと伊達さん、そのまま城門ぶっ壊してあげなさい。小屋本丸にこもってる三好長吉自ら防衛に回るしかない状況になるぜ。はっはっは、まんべんなく攻勢、わしが出張る場所もないな。やることない宇治春、殿様出勤。もともと殿様じゃ。で神代湖をよく知らない雫石が破壊。指揮メーターがぐぐっと上がり、もう指揮優勢モード。そのまま壊れた防衛施設に残ってた猿渡りを撃破。じゃ元気いっぱい暇そうな小田さんは、城門の破壊をなしゃーす。心得た。三好長吉も城門前に出張ってきたし、三方向強撃できそうだぜ。特にこれといった活躍もなく、材木庫を守ってた元山が壊滅。三好、残り3部隊。続いて右側の軍学陣も千葉が破壊に成功。勢いそのまま守ってた三川元近も撃破、楽勝なり。三好歯応えなさすぎてくさ。じゃ総合さんたちはそのまま突っ込んで、城門本丸攻略しちゃって。迅速迅速。お、朝比奈さんも施設の破壊に成功だ。大同時、一軒家。城門で牙突撃してんじゃねえよ、扉にぶつかるぞ。南の城門前はトリプル強撃で三好長吉を撃破。さすがに日本の福王と呼ばれた男も、この兵力差じゃ何もできなかったな。こんな楽勝な城ならもっと早く攻めときゃよかったよ。あ、最後の部隊も壊滅。これで敵部隊全滅でこっちの勝利だ。やっはー、予想以上の楽勝だ。勝ち時を上げよ、かーあったどー。結果城攻めだったけど損耗1万以下でござった。城攻めなのに城取り囲む前の合戦と被害大差なかったぜ。そして織田家の鮮やかな城攻めの方が、四国を駆け巡り威風となる。威風中、いい感じに広がったぜ。城2つゲット。これにはこっそり生き残ってる冷泉家もびっくり。はっはっはー、敵本拠秋城、我らの手中にあーり。攻城戦のおまけで兵糧60日追加もゲット。お、結構強い大助けまさ。運よく投用成功。この人史実だと佐竹と一緒に織田城奪った側の人物だけどね。まあ佐竹が家臣になってるし今更だろ。これからは共に力を合わせて、一緒に織田城帰還を目指すのじゃ。さあ三好も弱体化したし、秋高山城の攻略も開始じゃあ。武田から援軍が来るかもしれんから、過剰戦力で押し潰してやれ。さらに湯月城にも進軍開始。多方面攻撃で一斉攻略だ。主力の部隊も渋滞で兵糧を無駄にしないように気をつけつつ、中村御所に進軍よろ。今回の遠征で三好滅亡まで行けそうだな。あ、やっぱり柿崎さん敵援軍できとる。敵だとほんと厄介だぜ。国衆一撃で撤退。強すぎんだろ。いつか絶対家臣にしてみせえる。で中村御所に向かった面々は待ち構えてた山上同級と相対合戦。普通に蹴散らして終了。これで三好の戦力はほぼほぼ壊滅かな。
では合戦で敵を蹴散らし包囲した中村5勝落城させたところで今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。武田征伐には失敗したもののいい感じに四国遠征を進める宇治春。西の平定を完了させ東に進む日も近いか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。